スーパーバイク世界選手権、スーパーバイク世界選手権、スーパーバイク世界選手権、SBK、もしくはワールドスパーバイクチャンピオンシップ、略称、WSB とは、国際モーターサイクリズム連盟、フィムが主催する、4ストロークの2.34気筒エンジン搭載の、市販車を改造したオートバイで競うレース。ス,スティーブ・マクラフリンが発案し、1988年から、 始まった。レース専用に特化した車両ではなく、より選手の能力、技能で争われるように市販車をベースとした改造車両で行われる。1大会につき2レース開催。予選結果は2つのレース両方のスターティンググリッドに適用される。決勝前々日の午後と前日の午前に刑事予選を行い、会のグリッドはこの2つの予選で決定される。 予選上位のライダーは決勝前日午後のスーパーポールと呼ばれるセッションに進出、最終的なグリッドはこのセッションでのタイムにより決定される。かつては鈴鹿8時間耐久レースの予選スペシャルステージ同様1台ずつのタイムアタックであったが2009年からノックアウト方式の3セッションに変更れた。SP1、SP2 でそれぞれ下位4台が脱落。 SP3 は8台で競われる。このスーパーポールにはライダーごとに2本の予選タイヤが供給される。この予選タイヤは、レースタイヤに比べおんまりが早く、グリップも強力で、劇的なタイムの短縮が期待できるが、ライフは極めて短い。この2本の予選タイヤを3つのセッションにどう割り当てるかといった戦略も、現行のスーパーポールの見どころの一つになっている。 出場できる車両は、市販車で150台以上販売された4ストロークの二輪車。当初は、排気量が4気筒は 750cc まで、2気筒が 1000cc まで、改造範囲も厳しく制限されていた。これは、より公平なレースを行うためであったが、このレギュレーションでの末期には、表彰台は2気筒税が独占するようになってしまい、必ずしも公平だったかどうかは、疑問が残る。 レギュレーションは市販車の動向の影響を大きく受けており、日本製 1000cc スーパースポーツ車の人気の高まりにより2004年に排気量は2気筒4気筒車とも 1000cc までに変更されたが、有力な市販車の存在しない3気筒車は 900cc のままであった。さらにドゥカティが 1000cc の999から 1200cc の1098にモデルチェンジすることになり、 これを参戦させるため2008年から2機当車の排気量制限が 1200cc までに変更された。エンジン出力は200馬力を上回り、その最高速度はサーキットによっては時速 340km 近くに達する。かつてはミシュラン、ダンロップ等複数のタイヤメーカーが参戦していたが、2004年からワンメイク化され、ピレリの独占供給となった。 世界の主なオートバイメーカーがスーパースポーツカテゴリーの機関モデルを投入し、レーズに参戦しながら、技術を競い市販車にフィードバック、市場の拡大につなげるために切磋琢磨しており、2016年、現在、ホンダ、CBR1000RR、川崎、ZX-10R、ルカティ、1199パニガーレアーアプリリア、RSV4、BMW、 S1000RR、メガボルトアグスタ、カイ4、ヤマハ、ユースフ R1 の各マシンが参戦している。ライダーも世界各国のトップライダーが集い、上位ライダーはモートジッピーへ参戦することもある。しかし、チャンピオンを獲得してもマシン特性の違いから、モートジッピーでは上位争いに加われない系も多く、ライディングスタイルを変更するライダーも多い。 一方、モートジッピーに比べ、ベテランライダーも十分に活躍できるため、近年は、モートジッピーでシートを失った、ベテランライダーの次の活躍の場なっている。スーパースポーツ世界選手権とスーパーストック1 0フィム、カップ、ヨーロッパラウンドのみ、スーパーストック600ヨーロッパ選手権、ヨーロッパラウンドのみ、が掲載されている。2003年までは、 サイドカー世界選手権も閉催されていた。2010年、全日本ロードレース選手権を撤退した吉村が、スポットながら参戦を決定しており、2011年には、フル参戦も検討していたが、前年と同様のスポット参戦となった。2012年は前年まで、BSB に参戦していたクレセント鈴木が、スーパーバイク世界選手権へと参戦するのに伴い、 同チームの車両のエンジンを呼び、エキゾーストシステム担当として参戦した。なお2016年シーズンの鈴木は参戦を休止している。日本では1988年より2003年までスポーツランドスゴで日本大会が開催されていた。日本人ライダーも優勝や表彰台はあるものの、2016年現在、チャンピオンには手が届いていない。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。